ちょっとあれやな、難しい話しすぎたなこれね。絡みにくい話してもうたね。結構絡みやすい男なんですけどもね、基本的にはね。うん、あ、チャンドラーさんがねフォローしてくれましたよ。チャンドラーさんね、多分あれちゃう、エロアカちゃう、エロアカ、なんか勝手にさ、なんか自動ボットでなんかエロアカがいっぱい登録してるんですよ。でたまになんかメッセージ送ってくるんですよ。なんかで LINE の URL 貼ってあったりとかさ、なんか変なサイトに飛ばそうとするわけ。そういうスパム的なさ、なんかエロアカっていうのがね、なんかあれ自動攻撃なんだよ、あれね。あれ邪魔くさいんだよね本当にね。あれはあの運営母体がちゃんとそのスパムをね自動的に判断して削除するようにしないと困るんですよ。あ、違うよと、ためになりますチャンドラさん違いますよと。あ、本当だ、ちゃんと日本語売ってるっていうことはこれボットじゃないわ。本当だ、すいませんね。いや本当に多いんでね、勝手にフォローするのはそれ全然いいんですよ。それフォローなんてね勝手にしてくれたらいいわけですよ本当にね。となんかたまにさ、一時許可をもらってからフォローしてする人いるんですよね、たまに。あのすいません、フォローしてもよろしいですかみたいな。あれ何あれ、勝手にしてよそんなの。もう勝手にしてくれたらこっちもフォロー返すからさみたいな。すごい恐縮な人いんだよねあれ。優しい人だねきっとね。多分あれ、多分すごい繊細さんだよ。めちゃくちゃ優しいんだよ多分そういう人ってね。そういう人はもう本当に大事にしてあげないといけませんよ本当に。僕はもう HSP さんとか繊細さんの味方ですからね。適当なことで言えず、僕なんか何この人真面目な話しかしないんじゃないのと思われがちなんですけどね、全然ここになんだおめえ生意気な顔してんじゃねえかみたいなコメントとか来てくれた方がむしろありがたいぐらいよ。なんかそういうちょっとプロレスができますやんみたいなね、そういうシチュエーションも願ってたりはするんですよ。なんかすごい荒々しい行為とかね、たまには来てほしいですけどね。そのくらいなんでしょう、ずぶといですよ神経が。もうね、こう顔出して配信するでしょ。別に嫌われても全然構わないぞ僕、全然僕みんなに嫌われても全然構わないのほんの一部の人だけ分かってくれてる人がいるっていうのは分かればもう十分かなみたいなね。それももうあんまり多くを求めすぎない精神ですよ。だからみんなに好かれたい、誰にも嫌われたくないってめちゃくちゃわがままじゃないですか。何それっていう。俺その気持ち全然わかんないんだよ。医療系の投稿大好きです。あ、医療系の投稿をしまくってますからね。で、医療系の投稿もこれちゃんと、基本的にはお医者さんが言ってることをまとめてるわけですからね。だから別になんか素人の意見、素人が何言ってるんだっていうか、いや別に俺だっていろいろお医者さんの意見いろいろ聞いた上でまとめとるんやっていうね。別に俺素人の意見じゃないわけですよ言ってみたらね。代弁しとるわけです。なんでしょう、言ってもさ、僕の情報なんて別にその真実なわけでもないわけですよ。ただ一つのその情報ですよ。僕はこういう考えしてますよって紹介してるわけですよね。いろんなお医者さんの話を聞いて今はこういう考えに至っておりますっていうのを紹介しとるだけなんで、考え方なんか自由なんでね。だからこの人の言ってることは正しいみたいな受け取り方されたら困るんですけどね。ただの情報の一つとして捉えていただくみたいな、それでいいんですけど、でたまになんかさ、やっぱりコメントでね、なんかいい加減なことを言わないでくださいとか言われるわけ、でもそれって多分大きなお世話というか、そのただの一人の情報として捉えてくれれば別に何言ってもいいわけですよはっきり言って。
そんな、だって僕なんて別に影響力ないわけじゃないですか。別に有名でも何でもないし。でもなんかその、勝手なこと言わないでくださいみたいなこと言ってくる人って、なんか多分余計なお世話なんですよね。なんか本当に。あなたの言動で多くの人が勘違いするじゃないですかって思ってるんですよ。いや、全然そんな影響力ないよ。何言ってんのあなたっていうね。で、そういうところが多分見えてないんでしょうね。だから、顔を出して配信するなんて、どうってことないんですよ、本当に。多分、ほとんどの方が、顔出して配信なんて、とんでもないって思ってる。自分はできないわけでしょ、ほとんどの人がね。全然、大したことないんです。だって、少しの人しか見てないよ。ほんの少しの人しか見てないから。ほんで、何言ってんですか？有名になるかもしれないじゃないですかって。いや、無理や。それで、もしね、なんかラッキーでブレイクしたとするよ。そしたらラッキーやん。それはそれで食っていけるやん、それで。何があかんのっていう。よくわかんない、本当に。だから。そうそう、いますよね、と。わかりますよね。だから、正しく情報を受け取れる方は、より多分僕の、主張は楽しめると思うんですよ。ね、この人の言ってることは正しいみたいな、なんか信じ込んじゃう人とか、むしろ逆にちょっとこっちも嫌で、いやもうそういう、そんな信じないでと、僕そんな責任持ちたくないよ、みたいな。なんかさ、いずれさ、あなたがこう言ったから、この選択をして親が亡くなりましたとか言われたら、俺 いや、待て待てと、俺そんな責任ねえよってことじゃないですか。そう、情報の受け取り方おかしいよってことなんですよね、その人は。なんで俺を信じるんだよっていうね、そこまで。だから別に、情報の受け取り方ですよね。情報リテラシーの話をしとるわけですよ、今ね。多分でも僕の情報が楽しく感じるっていう人は、別に信じ込むとかじゃなくて、あ、この情報参考になるなっていう見方をしてくださってる、多分やっぱりもう、そもそもちょっと賢い方しか、多分僕の情報には集まらないんですよ。そこそこ、もう、ちゃんと情報リテラシーが高い人ですよ。ね。そういう高い次元の人のグループを、やっぱり、作りたいわけですよ。うぬぼれてます。客観的な目も必要だと。で、自分で調べたらいいし、点と点がつなげれない人ではわからないよ。ああ、そう。もうね、今のこのマリコさんのコメントでわかりました。もうマリコさんもかなり高い次元におられますな。ちゃんと高い位置から多分見れる方なんですよ。まず客観視がね、もうできないともう話にならないですね。本当に。で、ちゃんと自分でも調べると。で、点と点がね、つなげれないと、本当に、なんでしょう、深い理解ができてないってことですよね。本質思考の人は全部つながりますから、全部、大体の知識が。そこなんですよね。マリコさん、シェアしてくれました。そっか、マリコさんが僕のライブシェアしてくれたか。さぞかしフォロワー数が多ければ、たくさん来るだろうな。10人とかやったりして、フォロワーが 全然フォロワー集めに力入れてなくて、10人にシェアしました。どうなんだろう。いや、でもありがとうございます。シェアしていただけるとありがたいね。やっぱり次元の高い人とのコミュニティをね、作りたいっていうのがあるんで、顔を出して配信するのってやっぱみんな怖いのかな？まあ、というか、ぶっちゃけでもね、顔を出さない方がいいですね、配信って。顔の好き嫌いとか入ってくるんで、結局、なんかね、アニメっぽい絵を置いたりとか、なんか、疑似というか、アバターというのかな？それで配信した方が、受け入れられやすいですね。それ間違いないですわ。僕、YouTube にもいっぱい動画アップしてますけど、顔出す意味全くないね、実は。
実は顔出す意味がないっていう。でも編集が楽ですね。なんかもうダーッと喋ってカット編集して終わりなんで、なんかわざわざアニメのキャラと置いたりとか、なんか頑張らなくていいんで、編集がね。ダーッと喋ってアップするだけみたいな、その楽さがありますけどね。最小限さんの情報をインスタのストーリーに上げちゃいましたと、ありがとうございます。それはもうどんどん上げていただければありがたいですやっぱり。説得力のあるお顔と声をしとると、よくね、なんかね、プライベートでもね、なんか学校の先生ですかって言われることがね、ありますね。なんか学校の先生のような顔をしてるみたいですね、喋り方も。だからこういうアウトプットとかには多少向いてるのかもしれないですね。でもなんかアウトプットしてるとさ、自分の配信見直すと、なんだこいつは偉そうだなぁとか思ったりしますね。なんだこいつ偉そうに、こんな、誰だお前はって 自分で見てそう思うもんね。だから、顔出さない方がいいですね、本当は。もっとフォロワー増やしたい場合は。だから人間の好き嫌いなしでみんな情報だけを取り入れてくれるから、なんかもっと機械的な情報の発信の仕方した方が実は得だったりするっていう、まあお話でした。そうそう、思考停止してる人が多いですよ、やっぱり。だから明らかにおかしいですよ。交通事故で20代の人が亡くなりました。その後に PCR 検査をしました。意味がわかんない。なんでするのそれ。あ、そっか、あれか。要するになんか感染、死亡者がなんか感染してたら、なんかもう、家族にも会わしちゃダメみたいな。もうどっか適当なところで焼いちゃいますみたいなことやってたっけ。そう、だからかな。なんかよくわかんないことやってんだよね、本当にね。本当くだらないというか。ほんでさ、たまにさ、なんか、インフルエンザで、鳥、豚、ね、鳥豚を大量にこう処分しないといけませんみたいなのあるじゃないですか。あ、なんで処分するの？ただの風邪でしょ？別に熱通せばいいじゃん、毎回。もしそうなったところのやつは全部熱処理して、なんか、市場に回せばいいんじゃないの？別になんか処分する必要ないと思うね、それね。まあまあ、あれでもあれ処分の状態になっても多分国から補助金とか降りるんでしょうけれどもね、多分ね。でも俺はあれ別に熱通して食べよう、肉は。常に。ね。大丈夫だから。鳥がインフルエンザになっても食べれると思うよ。大騒ぎせず、自粛もせず、普通の生活をしていた方が良かったのかなと。そうですね。全く普通の生活してて良かったですよ。僕なんかも、外食の人が困ってたわけですよ。お客さんがなかなか来なくて。みんな怖がってさ、外出なくて。ね、でも僕普通に、うわ、ラッキー、美味しい店いっぱい、ね、いつもは満席になるような行列ができるような店が空いてると思って、めちゃくちゃ出かけてましたよ、普通に。何にも怖くない。もうむしろもっと俺にウイルスをくれって感じやね。もっと体を丈夫にしていくために乗り越えるぜ、いろんなウイルスをっていう感覚でいるから、何にも怖くない。2位、あなたの意見賛成できますよと。そうですね。まあね、少数派側の意見だとは思いますけど、賛成してくれる方は少ないので貴重ですね。ガンは糖が大好きなんてのは事実っぽいですが、糖質制限法は有効だと思いますかと。糖が不足すると筋肉を分解して、結局血糖値が上がらないどころか体が弱るとかおっしゃる医師が結構いますと。あ、そうですね。だから、糖質を完全にオフにしていいかどうかは謎なんですよ。多少取っていいと思いますよ。完全にオフにするのはそれは緊急事態じゃないですか。3日間もこれ糖なしでいこうとか、そのくらいはいいんですよ。3日間ぐらい糖なしで過ごす。ひどいから、状況がね。それは全然全く影響ないと思いますよ。長期的にその糖質制限したらダメって言ってること、ダメっていうことなだけで、例えば、ゲルソン療法っていう、人参ジュース飲むやつあるじゃないですか。普通に人参って結構タンパク質入って、あ、違う違う、炭水化物含まれてますからね、結構。多い方ですよ、野菜の中でも。人参はね。だから、別に糖は取っていいですよ、普段はね。めちゃめちゃもう、やばい状況の時は、最大1週間ぐらいは別に糖を完全に遮断しても、
別に問題ないというか、むしろ状況によってはそれが正解の時もあるんじゃないかなと思いますよ。だから西洋医学の医者がそれはダメだって言ってるのはね、それ1ヶ月も2ヶ月もそういう糖質完全オフなんてやんないよっていう話でね、そこを極端に受け取るんですよ、反論する人って。ずれてんですよ。僕は完全にオフにしないといけない時もあれば、そんな急ぎでない場合は別に、とにかくアルカリに持っていけばいいだけっていう時は、それは全然炭水化物と多少取ってもいいと思いますよ。だから東洋医学のがんの治し方も基本的にはご飯は OK なんですよ。でも小麦と砂糖のよ使ってるお菓子とかそういうのダメっていうだけでね。そのように思いますよ。まあ僕の勝手な考えですけれども、まあでも論理的合理的に考えた結果そうなるんで、普通に自然に考えたらそうなるっていう感じですよね。もっと大勢の人にこういった話を聞いてほしいですね。本当そうですよね。少数派の意見をちゃんと聞いてほしいとか、喋りすぎてコメント全然追ってない。ちょっと急いでコメントを読んでいきますよ。畜産業の締め出しやと、輸入品増やすためのアメリカの圧力があるんじゃないか。ねえ、なんか世界中でいろんなとこでなんか家畜のね、小屋が燃えてますよね。小屋ではないね、でっかい規模のとこいろいろ燃えてるんですよね。あれ誰か燃やしてんじゃないのって怪しいんですよ。でも一応検索で調べると、施設の老朽化が原因じゃないか、なんか漏電で火事になっているっていう説明なんですよ。なんかいろいろ記事見ると、本当かなと思って、ちょっと火事多すぎじゃないのと思ってね。畜産業のね、怪しいですよ、あれ。野菜ジュースでは野菜取れませんよねと。取れてないですよね。僕もなんとなくそう思うんですけどね。あんまり、とか野菜ジュースって甘いからダメなんですよね、ほとんどが。結構砂糖入ってんじゃないのっていう。まあ入ってないやつもあると思いますけど。なんか甘いんですよね、すごく。これ失楽さの中にみんなを守りたい気持ちが溢れていると。あ、確かに。それはありますよ。やっぱり情報発信する目的はね、これだけ知っときゃ自分の身を守れますぜっていうことですからね。医療の知識も。健康オタクなのでコンビニスーパーに行っても買えるものが少ないと、確かに もうコンビニスーパーも甘味料まみれというか、もうね、もう調味料アミノ酸などなんてもうほぼほぼ100%に近いぐらい入ってますもんね。もう本当にふんだんに入ってますから。食生活のこだわりはありますかと。いや、まあ、緩いですけどね。まあでもやっぱりまんべんなく食べてますよ、本当に。もう好き嫌いないんで。例えば、小皿2つ、大皿1つ。で、味噌汁と、まあ玄米ですかね。必ず小鉢2つと大皿1つを、なるべく、そのパターンで作ろうとしてますね。だいたいそのようにしてますよ。丼物の時は、まあ、そうにはならないんですけど。なんかそういうこだわりありますね。なんか、和食が多いですね、あと。戦争が起きたら日本は食糧難で餓死するって言ってたと怖いと。まあそうですね、食糧自給率がほとんど外国任せになってるんで、まあ戦争が起きたら、ね、そんなのんびり輸入してる暇ないからね、戦争の時にね。で、止まっちゃったら今ある、やつで賄わないといけないけど、厳しいよね、そう、自給率が低いんで。だから、それは確かにあるんですよね、不安は。まあでも、起きるときは起きるけど、起きないときは起きないから、起きないでしょうって思っておいた方が気楽ですね。起きたときはみんな同じ条件やから、もうそう仕方ないから、そのときに考えりゃいいんですわ。まあその、一応缶詰たくさん買い込んどくみたいなことはね、余裕がある人はやっといた方がね、リスク少ないですけど。ハワイ山火事、富裕層の家だけ燃えてなかった。 そうそう、見た、ツイッターでその写真。ハワイの山火事で、周りの家もいっぱい燃えてんのに、一軒だけ赤い屋根が普通に全然問題ないみたいな。あれどういうこと？ねえ、富裕層の家だけ燃えてなかったら、まあ、茶番じゃないの？あれ、要するに。何がやりたいんだろうね、あれね。なんでハワイなんだろう。ただ証拠がないよね。
あれは本当に富裕層の家なの？だって写真あって、あれは富裕層の家だなんてのはみんなさ、なんとなく作り話しちゃうわけじゃん。で、それがバーッと伝わることもあるから、でもまあ、摩訶不思議だよね。それは確かにあの絵を見ると、なんかね、周り燃えてて、なんでここだけ燃えてないんだって見ると、まあ、普通に考えてこれ富裕層の家なんじゃないっていう推理になっちゃいますけどね。他にどんな理由があるのっていうことですよね。何、運が良かったの？山火事からこう火の粉がたまたま飛んでこなかったのかな、その家にね。食事は和食がいいですね。なんかさ、地中海料理が今世界的に一番健康だと言われてるんですよ。一時日本食が世界的に注目されてましたけど、やっぱりちょっと塩分高いよねっていうことで、今は地中海料理が世界ナンバーワンの健康食みたいなことになってるんですよね。でも、それ見るとさ、地中海食見ると、小麦とヨーグルトを毎日食べるみたいな習慣らしいんで、どう考えても日本人には合わないですね。だから結局、日本人は和食やし、地中海周りのね、欧州の人は地中海が合うしっていう話で、だから日本人が今、地中海料理が一番健康だってなってるから、地中海料理を食べようっていうのは、それはおかしな話でね。ちゃんとフードっていうのがありますからね。フードを意識しないと。そう、山火事じゃないよね、あれね、っていうのが、でも分かんない。山火事じゃないのか、故意なのかが分かんない。全然。陰謀論に走る人っていうのは、やっぱ100%信じちゃうのがダメなんですよ。僕みたいに、いや、どっちだろうっていうふうに、そのグラデーションで、多分ちょっとこっち寄りかなぐらいの、なんかそういう判断で置いといた方がいいんですよ。その情報の取り方としては。なんかね、もうね、陰謀論にどっぷりハマる人って、もう100%あれは山火事じゃないんだよっていうことを広げれるんですよ。 それやめろと。それもうみっともない。でも分かんないじゃん、映像だけじゃ。本当に知りたかったら、ジャーナリストになって、ジャーナリスト気分でもう現地に行って取材してきなさいと。それが一番真実に近づけますよ。でもうテレビの報道とかはやっぱ信じれないですからね。いくらでもなんか捏造できますから。海外だと大学は社会貢献とか人徳とかをよく見るそうですと。推薦状が必要ですが、そこが悪いと書いてもらえない。偏差値はハーバードでもさほど重視しない。へえ、本当ですか？まあ確かに、人徳がめちゃくちゃ大事だと思いますね。結局、憲法のさ、秘密の憲法ってあるわけじゃん。究極の秘義って、秘奥義っていうのが、ね、でもそれって、本当に人徳のあるやつにしか教えたらいかんわけですよ。危険な技だから。だから本来、だから医者とかも、人徳のあるやつにしか、そんな医者にさせたらいかんわけですよ。な、ろくでもないやつに、そんな医者にさせたらさ、傲慢なやつに医者さしたらさ、命をコントロールできるんですよ、医者って。医療業界って、多分医療従事者が儲からないからですよねと。まあそうでしょうね。やっぱりがん保険だってね、つながりありますもんね。ああ、がんが怖い、がんが怖いって言ったら、みんなやっぱがん保険入りたがるでしょ。で、がん保険の一番有名なのはやっぱり外資なんですよね。アヒルさんの CM してますよね。ガンガンやってますよね、昔からね。あれ多分一番儲かってんじゃないですか、外資なんですよね、とにかくね。日本医療なんてのはもう全くないんですよ、そんなもんは。まあなんかさ、NHK は結構その日本の医療の最先端とかっていう番組よくやるわけ。すっごい多いんですよ。でもそんなもん、なんでしょう、全然普及してない技術をなんかやっとるんですよ、いろいろね。こう、将来こういう可能性があるんですよ、こういう可能性とかで、なんか全然、なんかでもね、普及しないのよ、それが。いつまでたっても。なんか俺、ずいぶん昔ね、 NHK でさ、波でエネルギーを作るみたいなさ、これ画期的なんですよっての俺見て、おーおー、いいねいいねと思ったよ。あれでも10年以上前ですよ。
何にも普及してない。結局予算下りないんでしょ？利権でしょ？新しいエネルギーの画期的なものが出ても、それまでのね、火力発電とかの利権が弱まるとダメだからさ、新しい技術をもう抹殺しちゃうわけですよ、利権団体が。全然フューチャーしないんです。メディアにも全然取り扱わない。まあ一応 NHK で取り扱ってたけどね、波のやつは。でもあれはまだ開発中なんですよって、その希望を持たせる感じだったね。だから希望は持たせておいて、もうみんな忘れちゃってるだろうな、みたいな。ほんでさ、あとあれ、気象島の話知ってます？気象島。何県？徳島？徳島か高知県か忘れましたけどね。まあ非常に貴重な島、レアシュガーが量産することに成功しましたとかね。まあいわゆるキシリトール系で、なかなか量産ができない島なんですけどね。それを量産できる気象島ができましたと。プシコースだったかな？気象島プシコース。徳島県。ね。世界初。その血糖が上昇しない砂糖。しかも虫歯にもならない。ね。甘みもなかなかいいですよ、みたいな。で、それ記者会見したわけで、このどえらい発表だからさ。で、Google も来たんだよね、その記者会見ね。でさ、何年か空いて、ようやく、その気象棟どうかなと思って調べたら、もう5年後、6年後ぐらいに調べたんかな、その発表されてから。今どうなってんだろうと思って、全然気象棟日本の世の中出回ってないなと思って調べたらさ、もうアメリカのもんになっちゃってんのよ、気象棟が。 アメリカの、何、メキシコかなんか南米で工場を作って、でそのアメリカを第一の市場にしていきますみたいな。売りよってん、気象棟の技術。なんやそれと思って。で、気象島が普及すればですよ、天然で、まあ、血糖とか上がらないからさ、これがあれば糖尿病とかだいぶ防げるんじゃないのとかって、奇跡の糖とか言ってたよ。もう完全にアメリカのもんになっちゃってんのよ。 びっくりしたよ本当に。セコムのがん保険がいいと聞きましたと。がんの治療なのかが、がん、えー、かが、がんになった時のもろもろかかる費用を補うためなのかと。あ、なんかその保険の条件がセコムの方がいいんじゃないのってことですね。いや、多分そうですよ。外資の保険なんてのはさ、ものすごいテレビ CM でものすごいゴリ押しじゃん。多分そんないい条件じゃないと思うんですよ。多分、セコムとかの方がいいんじゃないのって思いますね。なんか僕詳しくないですけど、予想で。ガンガンに宣伝してるとこって、なんか逆に怪しいよね。だってガンガンに宣伝して、その保険の条件も良かったら、あんま儲かんないじゃん、そもそもね。テレビは見なくなりました、嘘が多すぎるのでと。そうなんですよ。で、テレビってなんか嘘というよりもごまかしですよね。なんかやっぱコロナの時もね、その厚生省のデータは別に、ああ、まあまあまともだなと思うわけで。でもテレビになると、なんかその厚生省のデータの一部の情報だけ持ってきて、なんか大げさにやってるんで。だから一応ちゃんと持ってきてるんですよ、正しくではない、一応持ってきてるけど、その悪い解釈をさせるように放送してるから、嘘ではないけどごまかしなんだよね、全部。そこがね、なんかなかなかたくそういうところは仕事できるんですよ、あいつら。そういう構成。見事だなと思いますね。嘘ではないっていう、その嘘だって突っ込まれないようにちゃんとできてるっていうのが、計算されてるような気がしますね、うまく。ごまかしのプロですね、ほんと。